皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、私がお家でよく晩酌するときに作る絶品のおつまみ、ほんと手軽でパパッと作れるんでむちゃくちゃおすすめです。材料もたったの2つ。ただただね、混ぜながらじっくり炒めるだけ。うまみと塩気のバランスがいい最高のおつまみなんで、ぜひ一回作ってみてください。ハマると思います。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら白ネギ2本。もう今回ね、頭の緑のとこまで使っちゃいます。まあだいたい人差し指ぐらいの太さのやつですね。そしてハーフカットのベーコン1パック。はい、ごま油少々。材料は以上です。はい、こちら白ネギはさっと洗っていただいたら、斜めに薄く、はい、こんな感じでスライスするようにすべて切っちゃってください。もう頭の先っちょまでいっちゃいましょう。はい、こんな感じね。もう大体で OK ですよ。はい、全部切っちゃう。はい、お次はベーコン。こちらは細切りにしてください。細切りにしておく方が白ネギとしっかり絡んで、どこを食べてもベーコンがいるっていう感じでね、塩気と旨味を感じられるので。はい、こんな感じでベーコンはすべて細切り。はい、フライパン用意してください。そしたらごま油を少し入れる。まあ小さじ2杯ぐらいですかね。大体で OK。 そして切り分けといたベーコンも入れてください。今回はこのベーコンの塩気と旨味で甘みを引き立てた白ネギを食べるんで。はい、まだ火はつけてません。ちょっとここでベーコンにごま油をなじませてください。はい、そしたら火をつける。火力は弱火。まずは弱火でじっくりとこのベーコンを炒めながらベーコンの美味しさを引き出していきます。はい、だんだん温まってくるとジュバジュバジュバーっと焼けてる音がしてくるので、焦がさないように混ぜながら、ベーコンが全体的にね、ちょっとグーッと引き締まってくる感じになるまで混ぜながらゆっくり炒めてください。ほんと焦げやすいんで火力は弱火で OK。 じっくりです。はい、こんな感じですね。だいたい2、3分じっくり炒めると、ベーコンがね、クッと引き締まって、若干色づき始めたかなっていうぐらい。わかります?これぐらいになったら、白ネギ全部入れます。はい、このベーコンからにじみ出た美味しさを、白ネギに絡めるようにしながら、弱火のままで構いませんので、このまんま白ネギが、とろっとしてくるまで混ぜながら炒め続ける。もうたったこれだけでめちゃくちゃ美味しい。さらにパンチを効かせたい方は、ここでニンニクなんかをねちょっと入れていただいても OK。 もう今回ねベーコンの塩味と旨味で甘さを引き立てた白ネギを食べるんで、味付けはいらない。ほんとこれだけで OK です。まあお好みでね、塩コショウなど振って調節していただいても構いませんが、ベーコンの塩気だけで十分。はい、ゆっくり弱火で混ぜながら、とろっとしてくるまで炒めちゃいましょう。はい、こんなもんかな。弱火でじっくりと、まあ3分ぐらい全体的に混ぜながら炒めると、白ネギがねちょっととろっとしてきます。はい、ベーコンもいい感じにカリッとしてきたら OK。 そしたら盛り付けていきましょう。もうたったこれだけ。はい、完成。ベーコンと白ネギをただただ混ぜながら炒めただけなのに、マジで美味しいおつまみ。まああとはお好みなんですけど、仕上げにね、はい、黒胡椒をかけたり一味唐辛子とかかけてもいいんでね、ちょこっとそこは刺激が欲しい方は加えてください。いや、これマジで手軽なのにね、めちゃくちゃ飲めるやつ。それではキュームポーチいただきます。最高。白ネギもとろっとなっていて、めちゃくちゃ甘くなってる。そこにじっくりと炒めて
旨味を引き出したこのベーコンの塩気も混じってマジでやばい。これなんぼでもいけるやつ。ほんとね、パンチを効かせたかったら少しニンニク入れるとね、さらにやばいっす。これ私がよく晩酌で作る、ほんとね、パッと作れて絶品のおつまみ。はい、ということで今日も行っちゃいましょう。遊び。あー、このビールマジ最高やわ。そしてこのネギベーコン、たまらん。もうベーコンの塩気と旨味だけで全然うまい。材料切ったらフライパンに放り込んでゆっくり混ぜとくだけやし、もう失敗知らず。まあ塩加減なんかはね、自分でも調節できるんで、まあ一回作ってみてください。薄いなと思う方はちょこっと塩ね、後からかけても OK ですし、まあこのままでも十分うまいです。うん、最高。マジで酒進む。あー、うまっ。いや、マジでビール好きは一回遊び飲んでほしいわ。たまらん。これめちゃくちゃビールに合う。うますぎ。